2023年のクリスマスはちょうど楽しい時間の中にも金運を高める運気がやってきます。運が発信する金運上昇チャンネルの高見です。高見3冊目の書籍、寝るだけで運が良くなるお守りの法則がなんと2万部の増刷が決まりました。ありがとうございます。寝室を寝室に変える、寝るだけで運が良くなる祝運シールもついています。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。さて、12月24日といえばクリスマスイブですよね。ディナーやイベントに出かける方も多いと思いますし、お家で一家団らんの方もいらっしゃると思います。 M1 一択だという方もいらっしゃると思いますし、こんな時こそ仕事をして世の中に貢献をしているという方もいらっしゃると思います。いろんなクリスマスの形がありますよね。2023年のクリスマスはちょうど金運、財運、仕事運、成功運などが上昇する辰の日と重なっていますので、楽しい時間の中にも金運を高める運気がやってきます。また前歴ではギフトがやってくる日と重なり、大人も子供も関係なく嬉しいお知らせや出来事がやってきそうです。そんな24日の辰の日にギフトがやってくる過ごし方、金運、仕事運、成功運を上昇させる過ごし方についてお話をしていきたいと思います。まずはじめに龍神様のつながり、場を清める T 社のところから始めていきましょう。それでは早速行ってみましょう。まず24日の運気から見ていきましょう。辰の日は龍神様の吉日になり、龍神様が得意とする金運上昇や仕事運の上昇、そして成功などのご利益に授かれる日です。そのため龍神様とご縁を結ぶ日、仲良くなれる日となります。龍神様とのご縁ができてご加護を得ると、龍が天に登っていくような勢いで運が急上昇していき、人気を得たり仕事がうまくいったり、そしてお金に恵まれるようになりますので、今をときめくような芸能人や起業家には龍神様がついていることが多いと言われています。平凡だった少年がある日突然勇者に選ばれて剣をもらって戦いに行くようになり、ヒーローになっていく、そんな映画の主人公のような飛躍をするのが龍神様のご利益です。そして2023年は最後の辰の日となりますから、24日は龍神様納めの日でもあります。ご挨拶をしてお見送りをする日にもなりますね。辰の日以外にはどんな運気が入っているのかを見ていくと、この日に入る吉人はいい情報が入ってくる天相、祈りが届けられる三号、聖なる心がいい出来事を連れてくる精神などが入ります。神聖な気持ちで過ごすことでいいことがやってきたり、祈りが届けられるようになるんですね。クリスマスにぴったりの吉人がやってきて、そして前歴を見ていくと、24日は金65、赤い蛇、赤い空歩く人、音13の日となります。12月12日あたりにスタートしたことが変化が起きてギフトがやってくる人になるんです。ちょうど冬至の期間がすっぽり入りますから、冬至の前後で大変身や冬至の手放しなどのギフトが今回は多くの人に訪れそうな感じがします。そんな龍神様納めの日、そしてギフトがやってくる日にどんな過ごし方をすると金運、仕事運、成功運が上昇していくのかというと、まず一つ目、龍神様にご挨拶をするです。辰の日にいい運気をもたらしてくれるのは龍神様ですよね。そして龍神様のご縁日は2023年には24日が最後となります。年末のご挨拶をして1年間の無事とご加護のお礼を伝え、来年もよろしくお願いしますとご挨拶をすることで龍神様とのご縁を強くすることができます。年始の挨拶も大事ですが、年末最後の挨拶も大事です。終わり良ければ全て良しと言いますが、お別れの時にその人の本心って出たりしますよね。久しぶりに帰省してきた子供ちゃんやお孫ちゃんが家に帰る時って名残惜しくて見えなくなるまで見送りますし、遠距離恋愛、
などでもそうですよね。見送りたい気持ちやご挨拶をしたい気持ちは、龍神様を好きな気持ちから起こることで、それは龍神様にも伝わります。願いがある時にだけやってきて、願いはするけど、龍神様の吉日には興味がないという人も龍神様には伝わります。ご利益だけに興味があるよりは、神様のことも好きな方が自分自身も心地いいですし、神様から見ても心地いいんです。龍神様が祀られている神社にご挨拶に行ったり、お家に龍神様がいる場合はお家の龍神様に話しかけたり、お家にいない場合は空を見上げて龍さんを思い浮かべてご挨拶をするといい日になります。もしかしたら龍神雲で龍さんとお会いすることができるかもしれませんね。2つ目は龍神様にお願い事をするです。辰の日は龍神様にお願い事をするといい日なんですね。この日は吉神様に祈りや願いが通りやすい3号という吉神が入りますので、いつも以上に願いが通りやすい日です。龍神様の神社でお願い事をしたり、お家の龍神様に願いを伝えたり、いない場合は空を見ながら龍神様をイメージしてお願い事をするといい日になります。3つ目はチキンを食べるです。クリスマスといえばチキンですが、チキンは金運フードなんですね。鳥は十二支で西を司り、西は五行では金に当たりますので、金の木を含む開運フードなんです。チキンを食べることはお金の巡りを良くすることなんですね。楽しく食事をしながらチキンを食べると、それだけで金運アップにつながります。お家に龍神様がいる場合は、新鮮なフルーツが好きなので、今の時期だとみかんやリンゴなどを龍神様にお供えをするといいですよ。四つ目はチョコレートを食べるです。チョコレートも金運を落とすゴンドクを流し、またお金と同様のエネルギーを持っているので、お金を集める開運フードなんです。チョコレートでもチョコレートケーキでもいいです。ホットチョコレートでももちろんいいですので、チョコを食べることで金運アップにつながります。同様にお塩も邪気を払い、お金を集めて金運アップしてくれるので金運フードなんですが、チョコとお塩の組み合わせは最高の開運フードになるんです。ロイズに石垣島の塩が使われているチョコレートがあるんですが、これが金運にめちゃくちゃいいだけではなく、味もめちゃくちゃ美味しいですね。個人的に一押しのチョコです。5つ目はクリスマスソングを聞くです。クリスマスソングを聞くとワクワクしたり、季節を感じますよね。そうして季節を感じる時間を取ることも、旬のいい気を引き寄せて運気アップしてくれますし、クリスマスソングを聞いてワクワクすると波動が高まりますので、いい出来事を引き寄せるアクションになります。2024年は特にワクワクすることが運を良くするアクションですので、来年の運を良くする練習としてもおすすめです。ちなみに皆さんはクリスマスソングといえばどんな曲が好きですか？よかったらコメント欄で教えてくださいね。人と会うこともいい日ですので、お友達などと食事に出かけてチキンやチョコなどを食べることも、一度で機運が2倍3倍にできるアクションになります。1年に一度のクリスマスと今年最後の辰の日になりますので、いいなと思うアクションがあったらぜひ試してみてくださいね。次に龍神様とお会いするときは2024年1年丸ごと龍神様の年となります。辰年も楽しみですね。今日の動画になと思ったらグッドボタン、そしてチャンネル登録をお願いします。またタカミーが全国のパワースポットを巡って出会った白い恵みが発売されました。詳しくは概要欄からチェックしてみてくださいね。最後に邪気を払い波動を上げる鈴の音でお別れしましょう。それでは明日の動画でお会いしましょう。